サブカルハローワーク。この番組は株式会社 SYN クリスタルスカイフリーライター平山健二の提供でお送りいたします。フリーライター平山健二、サブカル関連の書籍に20冊以上寄稿した実績あり、得意分野はアニメ、特撮、アイドル、バラエティ番組、ユーマにオカルト。主な実績に仮面ライダー X、アマゾン、ストロングアダイゼン、エヴァンゲリオン新劇場版完全保管文書&エヴァンゲリオン新劇場版旧完全保管文書、ウルトラヒーロー完全ガイド、世界ユーマ探検機、ヒロインステーション。執筆に関するご相談がありましたら、アメブロ、フリーライター検事までお気軽にお問い合わせください。皆様のご連絡をお待ちしております。株式会社 SYN ホームページ制作、映像撮影、映像編集、フライヤー、チラシ、ポップ、ロゴデザイン、CD レーベル、ジャケットデザインなど、お客様のご希望に合ったデザインを構築します。ホームページ制作はお客様がご自分で簡単に更新できるワードプレスを使用し、月々の運営を無料から安価で行えるようにするプランもございます。株式会社 SYN はあなたのクリエイティブな気持ちを幸せに変えます。電話番号は 03-5843-9137、株式会社 SYN で検索してください。西東京のオタクの聖地立川に誕生した夢の特撮バークリスタルスカイ。みんなで飲んで特撮ヒーローの歌を歌って、少年の心に帰って楽しみましょう。オーナーは調理戦隊オーレンジャーオーレット役の宍戸勝。宍戸隊長にもお店で会うことができます。皆様のご来店をお待ちいたしております。サブカルハローワーク。はい、皆さんこんにちは。サブカルハローワークです。メイン MC の中澤武史です。真田愛香です。ということでですね、はい、2本撮りなんですけれど、はい、あの前回あの僕風邪でね、はい、風邪ひいて声が変わってるよって感じなんですけど、はい、もちろんあの同じ日にね、はい、あの撮ってるんで、あの1回目の収録中にどんどん喉が治るみたいな、そんな奇跡があるわけがなく、うん、相変わらず風邪のまま突入してる感じなんですけれど、どうでした前回の仮面乗りだ会は。そうですね、あんま知らなかったんですけど、うん、面白いなって、なんかそういうコメディ、うん、コメディっていうかあの パロディ、うん、はい、的なのってやっぱ好きなんで、私も、うん、はい、見たいなと思いましたね。今後ちょっと食わず嫌い見るときもトーネルさん見る目がちょっと変わるかな、ね、うん、そうですね、はい、ということで今回の、番組の趣旨を改めてお願いします。はい、この番組はサブカルで食べていきたいという困った表現者さんやクリエイターさんを応援して、最低でも6万円儲けるにはどうすればいいか検証するラジオ番組です。はい、はい、最低ですから ね、はい、そうですね、6万円稼いで満足してるような人はダメですからねっていうことでね、はい、ということでですね、今回の実はですね、はい、今回もあの前回に引き続き、うん、まあ、中澤武史先生のエンターテインメント事業会なんですけれど、はい、実は今回テーマの発表の前に一つお知らせがあります。はい、果たして嬉しいお知らせでしょうか、よからのお知らせでしょうかということで、はい、食べました今。でもこの場合ですね、あの1年間、はい、大体今回では書いて1年間続いたんですけれど、うんうん、まあ、今回であのレギュラー放送は最終回、はい、残念ですねそれ。まあ、あのレギュラー放送の、ね、今まで月に1回やってた場面なんですけど、そのレギュラーで放送されるのは今回で一旦お休みということなんで、また皆さんにもお会いできると思うんですけれど、はい、まあ、今までのように毎月2回の、うん、サブカルハローワークは今回でとりあえず一旦お休みっていうことでね、はい、台本による、台本にはですね、せっかく真田さんとも仲良くなれたのに残念ですって僕のところに書いてあるんですけど、はい、大して仲良くなってないんで。いやでも最初に比べたら全然仲良くなったんじゃないですか。あら、仲良くなってたのか。こんな話せてなかったと思いますし。そっか、今初期見たらもっと話せてないんですかね。そうですそうです。いや僕台本見てこれ言いたくないなと、いやでも私もなんかやっとだいぶなんか話せるようになってきたいなとか思ってましたよ。
じゃあまあまあでもね、今回で終わるわけじゃなくて、あくまでも、うん、あの毎月のレギュラーとしては、はい、じゃなくて、これからあの不定期で番組続いていくん で、ね、今後も僕と真田さんの仲は、はい、深まっていく一方ということで、はい、なんか変な言い方ですけどね、うん、ということで、今回のテーマですが、はい、ゲゲゲの鬼太郎テレビアニメシリーズ第5期です。5期。はい、私も見てるんですけど今。あ、鬼太郎、はい、はい、今見てる。今見てます。今あの CS の、 あ、はい、あのアニマックスって番組で今やってて、はい、鬼太郎が、はい、多分それ5期かな。あ、うん、そうか、そこがいきなり5期って言われても、はい、あ、じゃあ鬼太郎見てるとは、鬼太郎は知ってるんですよね。知ってます、全然知ってます、はい、白黒ですか。全然白黒じゃないです。じゃあ1期ではないな、はい、なんだろうな、なんだろうな、目玉親父の声は、あ、これは全部そうか、いや、というわざとらしいボケをしたところで、はい、今回はゲゲゲの鬼太郎第5期ということで、講義の前に慣れたさん、ゲゲゲの鬼太郎第5期について田野中勇さん風によろしくお願いします。おい、ネズミ男、ゲゲゲの鬼太郎第5期とはテレビアニメゲゲゲの鬼太郎第5シリーズのことじゃんだよ。2007年4月から放送が開始され、2009年3月に最終回を迎える妖怪ヨグトや妖怪史上獅子など斬新な設定に加え、猫娘など一部の妖怪に現代風のキャラクターデザインを取り入れたことで話題になったんじゃ。どうか来たの、分かったか。というわけで、ナレーターさんのモノマネがめっちゃ滑ったところです、はい、あれね、ちょっとモノマネが気になっちゃってね、うん、ナレーションがまともに入ってこなかったかもしれないかもしれないですね、はい、でも説明聞いて分かったんですけれど、うん、真田さんが見てるのはどうも第5期ですね。そうですね、よかった、はい、ということでですね、あのこれ日本撮りなんで、うん、はい、あの前回仮面のリーダー会で、ゲストで参加してくださいました、うん、平山さんがまだ隣におられるの で、はい、せっかくなんで、はい、引き続き参加していただこうと思います。平山さん、引き続きよろしくお願いします。はい、どうも、ちっちゃい頃妖怪らしきものを見たフリーライターの平山健二です。よろしくお願いします。ちっちゃい頃妖怪見たんですか。妖怪らしきものね、うん、らしきもの、らしきもの、多分幼少期の頃。この番組はね、あの、うん、山口敏太郎タートルカンパニー制作なんでね、はい、そういう話はすごい引っかかるんです。そうですね、うん、はい、でも今回あれじゃないですか、あの今までいろいろやってて、うん、あのエンターテインメント事業界今回で6回目なのかな、はい、あの世にも奇妙な物語をやった時も思ったんですけど、今回のテーマはうちの事務所にふさわしい ね、はい、まあ、ね、妖ね、山口さんもね、妖怪の本とかそうですからね、もう山口さんと一番話題にしたアニメの話はやっぱ鬼太郎です、うん、あ、そうなん、まあ、あんまり山口さんとアニメの話してる機会ないんですけど、めったにアニメの話はしないけど、鬼太郎のアニメ、ね、珍しく話したアニメみたいな感じですね。そうですね、うん、悪魔くんも話しますけどね、ドロロンエンマくんについても話しますけどね。わかんないよ、妖怪が絡んだアニメ以外は話さないなと。カッパの三平は、あの映画版ですよ、ね、アニメだったら映画です、ね、アニメだったね、ということで、はい、今日は第5期鬼太郎なんですけれど、うん、はい、ね、ちょっとここで一つ謝らなきゃいけないのが、はい、あ、はい、僕あの5期知らない人間なんですけど。 あ、そうなんですか。はい、だから逆に今日はお二人にその5期の魅力を教えてもらえればなと思って。ゲゲゲの鬼太郎自体は、まあ、もちろん見てるんですけども、はい、あの原作も読まれて、読まれて、アニメも、まあ、見ましたね。4期まではずっと見てた感じですか。そうですね、あ、うん、まあ、一番思い出のはやっぱ世代的に3期なんですけど、はい、あ、何年生まれでした。1977年なんで、やっぱ小学校、うん、あの中学年ぐらいの時にやっぱ3期が、うん、あの夢子ちゃんが出てくれて、ね、はい、あれをやってたんで、やっぱあれが一番思い入れが強いですね。僕も81年生まれなんで、実は3期世代だし、鬼太郎とか水木しげるさんとか知ったのはゲゲゲの鬼太郎第3期なんですよ。じゃあこのさっきから第3期とは第5期とは言ってるんですけど、要は鬼太郎のアニメっていうのは、まあ、割とね、狙ってるわけじゃないけども、10年周期ぐらいで定期的になんかアニメ化がされてるんですよね。はい、そうですね、ゲゲゲの鬼太郎っていうもともとの原作があるんですけど、で、まあ、第1作、まあ、第1作と第2期っていうのはほとんど間が空いてないんで、うん、まあ、1期2期っていうのはまあ割と同じような世界観なんですけど、うん、でそこから10年後ぐらいに第3期があって、これが僕とか平山さんがまあ最初に接した鬼太郎かな。そうですね、でその10年後ぐらいに第4期があって、うん、でその後が今のところ最新作が第5期ですね。そうですね、うん、でも私も第5期じゃないやつもちょっと見たことあります。ああ、それは今言ったの何期なんですか。そうそうそう、何期なのか分かんないですもんね、そんなね。なんか、はい、パッと見た感じでも今みたいなんか、はい、鬼太郎がこんな可愛いっていうか普通の顔じゃなくて、ちょっと怖いそうな、なんか鬼太郎が怖い顔してる、怖いというかなんか不思議な感じ、不思議な感じ、なんか人間感が、人間っぽいさが全くないみたいな。それもしかして墓場鬼太郎かもしれないですね、うん、何ですかそれ。墓場鬼太郎ともあるんですよこれね。鬼太郎って本当に歴史が長くて、まあ水木しげるさんが、はい、もう真田さんは分からないかもしれないけど、貸本って分かります。
わかんないです。まあ今もちょっと レンタルビデオさん屋さんとかに、まあ今 DVD かあるんですけれど、はいはい、今コミックレンタルとかもされてるんですけど、うんうん、昔はレンタル専用の漫画とかがあったんですよ。そうそうそう、うん、でその時代から、いやその前からですね、水木しげるさん、うん、その前に紙芝居で、紙芝居わかりますか、ね、わかりますわかります。昔はあのもう道端に紙芝居屋さんが現れて飴を売って、はい、飴買ってくれた人の前で紙、あ、聞いたことあります、あのちびまる子ちゃんで見て知ってます。ちびまる子ちゃんで知るんですよね、はい、なるほど。まあ僕らもでも紙芝居リアルタイムです。あ、ギリギリありました。え、ギリギリあった本当に。え、平山さんどこ出身ですか。いや、そのね、一応埼玉県なんですけど。埼玉って、だって僕と平山さんって4つぐらいしか違わないのに、うん、紙芝居屋いたんすか。そう、あのね、ま、近くの公園で、そのあの幼稚園ぐらいの時にね、まだ、ね、ギリギリいた。飴とか売って。そう、飴とか売って、で、買わないでいたら、なんか怒られましたね。あ、ただでみんな。そう、ただでみんな。あ、でも私、飴とか配ってやってはなかったけど、はい、や、道でやってるのは見たことあります。本当すか。なんか、じゃあ逆に茨城が田舎だからやってないだけで、意外と都会では。いやでもその時でも私新しいな、新しいじゃなくてなんか親とか一緒にいて、うん、今時やってんだって話した記憶があります。そういうことで、あの本当戦後すぐぐらいから水木しげるさん、うん、あれして鬼太郎ずっとライフワークとして、うん、でアニメももう5回続いてるし、アニメだけじゃないです、実写映画とかもあり、そうですね、その前はの月曜とドラマランド編で ね実写版もあったりとか、竹中直人様ですよね。で原作の漫画も本当に広いバリエーションがあって、はい、ってことなんですね。で今日はその中でもあえて第5期を、うん、映画平山さんが見てない第5期を描いてやるんでしょうかという感じ。これでもね、なんで第5期を選んで、そうですね、だって僕別にあの第5期が一番鬼太郎のね映像化作品なわけで、うん、ダントツに一番大好きとかそういうわけではないんですよ。あ、そうなんですか。あのもちろん第5期大好きなんですけど、はいはい、1期から5期まで全部好きだし、それこそウエンツさんがやられた実写版も好きだし、うんうん、映画ですね、鬼太郎はみんな好きなんです。はい。で、あのなんで今回あえて第5期を選んだかというと、うん、まあ、これあの今真田さんがアニマックスでちょうど第5期を見られてるということなんで、はいはい、若干のネタバレみたいになって申し訳ないんですけれど、うん、はい、あの第5期ってなんかなんていうんですかね、あのまあ鬼太郎ってね1話完結でね、はいはい、話進むんですけど、そうですね、一つ一つの話は独立してるんだけど、その中でつながった一つの大河的なストーリーもあるじゃないですか、はい、あのヌラリヒョンとかバックベアードとかね、はいはい、ずっと通して入れて敵がいたりとか、うんうん、いろいろ伏線があるんですけれど、はい、あのそういう壮大な鬼太郎ストーリー、5期で作られた5期のストーリーが、はいはい、まあ、途中で終わってしまうんですよ5期。途中で終わるんですか。はい、あのなんていうんですかね、まあ要はきっちり完結しないまま5期って終わっちゃうんですよ。真田さん、これから見てく真田さんにこれを伝えるのも、申し訳ないんですけれど、はい、なんであの僕としてはどうしてもあの今後もね、うん、今までもずっと鬼太郎って続いてきたんで、うん、また鬼太郎のアニメは僕は、まあ、いずれはあると思うんです。6期もね、あると思うんです、ね、6期はあると思うんです、うん、ただ僕は6期を作る前に5期の完結編をどうしても作ってほしいんですよ。だから5期の放送再開、もしくはテレビでは無理でも OVA とかね、劇場版でもいいんで、うん、5期の完結編を作ってほしいという願いを込めて、うん、今回はあえて第5期についてやりたいなっていうことなんですね。そういうことですか。はい、ということで、もう早速なんですけど、はいはい、平山さんがね第5期を見てなかったということなんですけど、はいはい、でも今まではずっと見てたわけじゃないですか。まあすね、はい、ちょっと単純に疑問なんですけど、はい、なんで第5期は見れなかったんですか。まあやっぱ僕あのね、はい、鬼太郎の魅力、まあこれ僕個人の意見なんですけど、はい、鬼太郎の魅力ってですね、水木先生のやっぱね、はい、驚々しい作風っていうのがね、うん、やっぱその鬼太郎自身のすごい大きな魅力になってると思うんですよ、うん、はい、で1期から4期まであまでっていうのはやっぱアニメにもそういうの絵柄が忠実に再現されたと思うんですけども、うん、まあ5期やっぱり、まあね、代表的に猫娘が萌えキャラになったりとかして、なんかやっぱ違うなっていうね、食わず嫌いなところなんですよ。やっぱ猫も本当に一番も見てない感じですか5期は。本当になんかそうイラスト見た時点で、あ、これはあ今までとちょっと違うなっていう感じで、だ本当に5期に関してはド素人なんで。いや僕でも本当にでも鬼太郎はそうだし、まあ、そもそも僕水木しげるさん、まあ、ある種水木しげる信者と言っちゃいますよ、うん、もう僕もう水木しげる信者と言ってもいいくらいもう水木しげるさん本当大好きなんで、うん、で、まあ、やっぱり僕の周りって水木さんとか鬼太郎好きな人多いんで、うん、実は5期は僕の周りでもすごい賛否分かれてたのはリアルで体験してるんですよ。もうそれこそ先ほど平山さんが言われたように、なんだこの猫娘のデザインはとか、なんか全然お化けが怖く見えねえじゃねえかとか、うん、結構そういう意見は多かったんですよ、うん、ただ僕ね、あの、まあ、そもそもね、そのお化けの怖さっていうことで言うと、うん、あの真田さんも今5期見られてるんで、はいはい、あの分かっていただけると思うんですけど、意外と5期の鬼太郎って怖いじゃないですか。そうですね、うん、あ、
うん、あのそもそもあの鬼太郎を作るときにこれあのメインライターの三条陸さんが言われてるんですけど、うん、怖くて面白いアニメを作りたいっていう気持ちがあったらしいんですよ。だから結構怖さっていうのは一つのテーマになってて、うん、で5期の鬼太郎って見た目のデザイン見ると確かに今までで一番可愛らしいんですけれど、これ僕は1期からずっと見てるんですけれど、 あくまでもアニメ版の印象っていうことで言うと、うん、一番ね今までで人間から距離があるんですよ。今、まあ、人間と妖怪のね鬼太郎っていうのは基本的に中立みたいな立場だっていつも言うんですけど、例えば僕大好きですよ3期世代なんですけど、うん、3期の鬼太郎はどうしても僕は人間側に肩入れしてるように見えるんですよ。まあそれはね、ゆめこちゃんとかいますからね、うんうん、まあ、いやもちろん妖怪でもつるんでますけど、うん、なんかこの話どっちかっていうと妖怪の方がいや人間の方が悪くねっていう時も妖怪と戦ったりしてる時は3期多かった気がするけど、うん、5期の鬼太郎って結構ねあの本当中立ってっていうか今までで僕一番人間からだから人間から見たらあのゲゲゲの鬼太郎の中で今までで僕一番怖い存在だなと思うんですよ5期は。例えばあの有名なっていうか原作にもからあるんですけど、うん、あのずっと歴代のアニメでも、1期でもやってるし、うんうん、まあ、3期4期でもやってる白山坊っていう妖怪があるんですね、はい、白山坊っていう妖怪の話があるんですけれど、これはまあ1期でも3期でも4期でも5期でもやってるんですけれど、はい、要は白山坊っていう狐の妖怪が、はい、まあ、ある人間に約束させるんですよ。でその約束をあの人間の願いを叶えてやるから、はい、その代わり成功したら、お前の娘を私と結婚させろみたいな条件を、まあ、草も、まあ、ちょっとねその約束させる内容とかはちょっとアニメによって変わったりしちゃうんですけれど、うん、原作だとねそういう設定だったんですけれど、うん、これってまあそれであの白山坊は願いを叶えてやって、その白山坊に願いを託した人は実際願いが叶うんですけれど、はい、じゃあ白山坊が約束通り願いを叶えろって言ったら人間は嫌がるんですよ、はい、そうですね。でその時に鬼太郎が、まあ、その話入るんですけど、それで鬼太郎は人間の味方になって白山坊をやっつけるんですよ。原作でもそうなんです。これって人間の方が悪くないですか、まあ、だって、だってそういう約束したんだからっていう ね、まあ、そうですね。でこれはね、まあ、5期の白山坊とかを見ると、うん、ちゃんとね人間側に落とし前つけてるし、そういう意味では全然ねそんな人に対して優しい存在でも別にないし、あとそれこそあの地獄流しっていうねあるんですけど、これは原作でもね鬼太郎が悪い妖怪じゃなくて人間をね、まあ、悪人ですけど地獄に落としちゃう話なんですけど、こういうとこも5期でもちゃんとやってますし、あと幽霊電車の話なんてのはね、あの原作だとまあまあもともと人間側も大して悪い人じゃないっていうのもあるんですけど、まあ最終的には幻影とか見せて単行部を作るらせるぐらいの復讐だったんですけど、5期だとね本当にひどい目に合わせますから、へえ、その知らない、うん、だから結構ねあのいわゆるね5期の鬼太郎って、うん、あの今までのアニメと比べたら怖さないんじゃないのとは言われるんですけど、うん、結構怖さにはこだわってて、まあこれはあの水木しげただまああえて言うと、うん、水木しげる的な怖さではないかもしれないですけどね、いわゆる J ホラー的な怖さとか、あとこれはプロデューサーさんの趣味らしいんですけど、プロデューサーさんがあの5期の鬼太郎のプロデューサーさんがヒッチコックが好きみたいで、いわゆるヒッチコック的なスリルみたいな演出も結構見れるんですけど、ただどっちにしろその5期の鬼太郎は怖い話ないじゃんっていうのは結構僕は違和感があるし、ちゃんと見てほしいなってどうしても思っちゃうんですよね、そのデザインでね。確かにね、今中田さんが例に出した白山坊の話とか撮っても、いやごめんなさい今話聞くまで正直、はい、なんか絵柄で牽引してたけどちょっと舐めてました、うん、なんか結構白山坊の今例に出した話見てもなんかすごいシリアスで、はい、まあ、白山坊の話でも5期実は全然シリアスじゃないですよ。あの、はい、お化け漫才っていうもうタイトルがねそんな感じのタイトルなんで、まあ、シリアスではないんだけど、要はその変に人間側に肩入れはしないっていう、ね、それがなんか逆になんか今までないちょっと、うん、絵柄からちょっと想像できないちょっと深みを感じたんで、なんか逆に話聞いてちょっと見たくなりましたね、うん、レンタル屋さんでちょっと借りんでも借りてきます。なんか人間に学ぶみたいな、うん、なんか学ぶのありますよね、うん、人間に学ぶ人間鬼太郎が、そう鬼太郎が言うことによって、はい、学ぶ感じのありますよね。なんかそうですね、でもこうしちゃダメだよみたいな、こうしたらこうなるかもよみたいな感じ、うん、そういう怖さですよね。でもそれで、まあ、人間がその鬼太郎とか妖怪を見てなんか学ぶことがあるって、今まで歴代のアニメでも、まあ、5期に限らずずっとやってきたことなんですけど、5期でね僕結構ハッとしたのはね、あ僕もね、これねウルトラマンティガ見た時と一緒なんですけど、第1話見た時とかはやっぱ今までのイメージもあるしちょっと入り込みにくかったんですよね。であれでも第5期意外といけるかなって思い出し始めたきっかけになったのが第4話で、でやっぱあれ5期もしかしたら傑作になるかもって思ったので5期な、あ第5話なんですけれど、で結構
早かったんですけど、あの第5話で、うん、その鬼太郎が、まあ、人間をいいやつなんで、ね、悪いやつでは決してないんで人間を助けてあげようとするんですけど、まあ、その人間やっぱちょっと悪いやつ で鬼太郎はなんとか助けてやりたいとするんだけど、その人間が改心しないのを見て結局見捨てちゃう回が第5話で来るんですよ。それ見た時にあここで人間見捨てるんだと思って、あ意外と第5期の鬼太郎ってそういうことやろうと踏み込もうとしてるんだなって思って、でその前の第4話は一旦モメンと心優しい少女の交流の回だったんで、それが順番で来たことによって、あれ第5期鬼太郎これ期待していいんじゃないかなって僕思ったんですよ。だから意外とその怖さのねもあるし、その妖怪との人間の触れ合いのいい話もあるし、結構バラエティ豊かで、あれ珍しいですね、うん、最近これ、はい、第5期ってあれもうつい最近にやったアニメじゃないですか、はい、まあそんな最近でもないですけどね、あ、まあ、まあね4期とかね、まあまあまあですね、まあ、2000年代のアニメだから、はい、逆に2000年代のアニメで、はい、なんかそこまで結構これシビアに作品に少ないと思うんで、まあ深夜アニメじゃないですからね、そうそう 朝, のの朝やってたから、朝の番組でしかもか2000年代でそこまでやれたってなんか、うん、いや話聞くと本当すごいなって思う。実際の第5期の鬼太郎ってあの2年間やってたんですけれど、はいはい、まあいわゆるねホラー的な回恐怖的な回って後半ちょっと減ってきたなと僕は思ってて、なんでなのかなと思ったらどうもですね、あのやっぱりこれが時代なんでしょうけど子供が怖がるからっていうクレームが結構来て、後半実はちょっと怖い回が減っていくんですけど、でただ逆に言うとクレームが来るぐらい結構ちゃんと怖がらせようとはしてるんですね。ただそれはその5期の鬼太郎って今までの鬼太郎と違って怖くないっていう意見の反論として僕は今あえて言ったんですけど、まああえて一個気になることがあるとすれば、水木しげるさんの漫画的な怖さというよりは、まあ、J ホラー的な怖さなのかなっていう引っかかりは僕もちょっとあったんですけど、ただその妖怪って面白いとかそういう面もあるけど、やっぱ妖怪って怖いんだぞっていう面は5期はね結構ね頑張ってやってたシリーズだと僕は思って、鬼太郎自身もクールだったっていうのが僕は5期の鬼太郎の好きなところの一つなんですけれど、僕はやっぱ個人的には鬼太郎の2期、はい、第2期なんですけど、第2期って結構なんかもう人間がもう悪人で結構救いがない話がね、まあ、割と結構コンスタントに入ってたと思うんですよ、はい、あれはあれですよね、ゲゲゲの鬼太郎っていう漫画の原作が1期でほとんど使っちゃったんですよ、はい、でもで2期が割とすぐ作られて、でも鬼太郎の原作あんまないぞっていう時に水木しげる先生が書いた鬼太郎以外の原作を2期の鬼太郎は結構使ってるんですよ、ストーリーで。で鬼太郎の出てこないいわゆる普通の怖い、まあ、恐怖漫画に鬼太郎を無理やり出してて、だから鬼太郎が何も解決しない話とか2期は多いんですよね。で、うん、そういう今中田さんが言ったそういうノリが結構、ね、個人的には好きだったんで、うん、であの今中田さんが言った第5話なんかもそれに近いちょっとノリだったんですが、その話聞いただけでも、うん、とりあえず第5話の入ってる理由をちょっと今日蔦屋に借りてきます。僕はなんかずっと鬼太郎好きだったから、で僕も2期大好きなんですけど、で僕の周りも2期好きな人多いんですけど、僕ねちょうど鬼太郎あの5期の5話を見た時に2期のノリをちょっと感じたんですよね、うん、なんかまさにそんな感じですね、うん、今の話だとね。だからね、うん、4話5話を見てそれまでちょっと引っかかってたんですけど、あれ五鬼鬼太郎はこれは傑作に化けるかもしれないぞっていう風に思ったんですよね。いや、うん、だね、まあ確かにそので猫娘は萌えキャラになったこととかに関してはいろいろ言われたのも知ってますし、もうねあのそのある種その、ね、萌え猫娘が嫌だった人への当てつけなのかは分かんないですけど、鬼太郎がメイド喫茶に行く回とかも5期はあるんですよ。あ、そうなんですか。はい、もう鬼太郎にね萌えコーヒーとかが出され萌えとかねメイドさんがやる回とかもあって、それとかもねあのそういう回があるらしいって情報だけ聞いたね原作ファンの方とか結構怒った方多いんですけど、あ、そうなんですか。はい、ただこれもねあの見るとね、要は鬼太郎って、まあ、これ特に3期とかもそうだったんですけれど、妖怪がねあの妖怪って昔から伝統的にあるものですけれど、はい、あの例えばカッパでも何でもいいんですけど、うんうん、その妖怪が現代にいるとしたらどういうことをするだろうかとか、うん、あの妖怪がもし現代に立つとしたらどこにいるだろうかみたいなことを考えた時に、まあ、あのメイド喫茶の会っていうのは古椿っていう妖怪が出てくるので、これはあの、まあ、あの女の、ね、色気で男を誘い寄せて、まあ、その男を、まあね、養分にしちゃうみたいな妖怪として登場したんですけど、これは例えばそれも日曜の朝から出すのすごい、うん、まあね、でこれいわゆるまあ昔の妖怪でいうと例えば遊楽とかね、うん、ああいうとこにいたらぴったりだった妖怪だと思います、うん、それをね現代的にリメイクする場合に例えばメイド喫茶を持ってくるっていうのは結構ね理にかなってると思う、まあ確かにね、だから無理やりね、うん、その変な解釈をしてやったんじゃなくて、うん、あくまでも妖怪が今いるとしたら、ね、現代いるとしたらっていうのは、まあ、だから3期も割とそういうことやってたんですけど、うん、それの一個の形であって変に萌えにね頼ったってね、うん
ていうわけでもないのかなっていうのもあるし、ね、あともう一つ思うのは、そもそも水木しげるさん自身がすごい柔軟な漫画家さんじゃないですか。そうですね、うん、でその昔ゲゲゲの鬼太郎少年マガジンで連載してた時っていわゆる怪獣ブームだったんですよ、で水木しげるさんはやっぱり露骨にその怪獣ブームを意識したような描写とか結構したりするんですよね、妖怪漫画の鬼太郎はね。だからそういうその流行ってるものを取り入れるっていうのを水木さん昔から結構躊躇なくやってきた漫画家さんなんで、もしも今水木しげるさんが現役の漫画だったら、萌えアニメを意識した可能性もあるんじゃないかっていうか、ただ4期の時はあの5期の1個前の時は水木さんはあの東映さんからどんなアニメにしてほしいですかって注文を聞かれたんですよ。相談された時にジブリのアニメみたいにしてくださいって言ってるんですよ。水木しげるさんはそういう方なんで、じゃあ萌え要素の猫娘ってそこまでその水木しげるさんを汚すようなことなのかなっていうか、水木しげるさん好きからするともっと鬼太郎って許容範囲が広いもんだと僕は思っちゃって、全然萌え猫娘いいじゃんって思っちゃったんですよ僕はね。あもちろん、原作のね絵が好きで許せないっていう気持ちもわかるし、僕も水木しげるさんのもう原作の絵が大好きだから、あの絵で見たかったなって気持ちもわかるんですけど、鬼太郎のまあ歴史の中でこういう猫娘もまあ一つの形としては僕は全然受け入れられるかなっていうふうに思ったんですよね。確かにその話ね、確かにそれはそうだと思います。ここで今あの猫娘の歴代のね今画像がちょっと、第1期から5期までですね、はい、確かにね5期9期僕4、違いますね、毛色がちょっとですね明らかに違いますからね、まあ確かにねその漫画って何でもそうなんですけど、その元の原作のね絵のファンの方ってもちろん僕も大好きだから、全然その原作の絵と違うっていうことで抵抗ね感じる人はもちろんいるとは思うんですけれどね。髪型とかも違いますもんね。そうですね、やっぱ現代風に、そうですね、まあ頭のねリボンだけは共通ですけどね、どの猫娘一番最初リボンついてます？第一期はついてないですね。あ、第一期原作の時もあのリボンがついてるっていうのもね割とね後追いみたいなもんですかね、最初からついてたわけじゃないんで、そういう風に僕はだから、まあ、5期 の, その萌えとかね、あと、まあ、もう一個ねそのよくその5期に対してのある種否定的な意見であるのは、まあもう5期はドラゴンボールじゃねえかみたいな結構ねバトル面がねすごい強調されるんですね。でも水木しげるさんゲゲゲの鬼太郎って確かに妖怪バトル漫画ではあるんですけれど、そんなにねあの激しいアクションを見せる漫画ではなかったっていうところがあるんで、まあ、確かにね漫画はね、そういうイメージじゃない、こんなに激しく戦うのでどうなのよっていう、なんかヒーローヒーローしてる鬼太郎ってちょっと違うんじゃないのっていう、これは3期の時にも結構出てきた声ではあるんですけれど、ただね5期の鬼太郎ってね結構ねあの戦う時は戦うんですけど、すごいのんびり屋だったりとか、そう原作のねノリがあって、ちょっとごめんなさい、あのはい、すごいですか、怖いんですけど、どうしたらいいですか、はい、怖いってどういうこと、ここ怖いんですけど、え、どういうこと、ここの部屋怖いんですけど、今え、何なんかいるの、わかんない、すごい怖くて、でも、僕もなんかわかる、ずっとさっから私、もういつ言おうか言おうかと思って、今ちょうどタイミング言ってくれたんで、はいはい、今言ったんですけど、すごいここ嫌なんですけど、私え、なんかそのお化け的、お化け的なものがあるってことですか、わかんない、すごい今怖くて、そうですか、僕ずっとここに住んでるけど、どこに住んでたことはないんだけど、いや、この話の途中ぐらいからすごい怖くなってて、もう今寒気が、え、猫娘の話をしてたからですか、いや、いやちょっと妖怪の話をしてるからか、あ、トイレです、あ、そうですか、まあこのパターンだと中澤さん殺されますよね、ええ、すごいさっきから怖くてちょっと震えてるんですけど、結構そういう霊感とかで強い、そう、さ強いんですよ、あ、そうなんですか、ええ、まあ、やめます、じゃあどうする、どのあたりあの結構最初の方この話出始めてちょっと最初ちょっと怖いなと思ってて、どんどん言う連れて強くなってくるんで、妖怪の話が良くないのかな、分かんないです、なんか連れてきちゃってるかもしれないな、ちなみに今これなんだ、あ、これは土の子ね、なんか教えてみた、大丈夫か、なんか今のいや、あれってや今日、中心します、どうしましょう、いやちょっと、あれしたいですね、なんか霊がいるみたいで、なんかはっきり見えてる感じですか、ね、いや、特に霊が見えてるわけじゃなさそうなんですけど、一回ちょっと切っとくか、まあ一回で、回しとくか、まあ、回しといて、回しとこう、まあ、だとしたら、どうしましょう、どうしますかね、この場所が悪い感じですか、
あの、わかんないですけど、すごい怖いです。こう、ずっと座っててもじっと知らなくて。マジですか？じゃあ、良くないものですか？わかんないです。もう、私も全然わかんないんですけど。いや、中止にしますかね。なんか、もう動いてるから、なんか感じてるかなと思って、みんなも。あ、いや、僕は感じないです。全然感じなかったです。中田さんなんか感じました？いや、僕はでも、あの、体調悪いから、それなのかな。いや、ただ僕も、なんかわかります。違うんですよ、僕も、だから、うん、割と元気だったんですけど、まあ、喉なんかね寒気は感じたんです急に。そうそう、冷房とかかかってないでしょ。かかってますよ。あ、かかってるからかな。ね、で風邪だっていうのもあるんで、うん、いや僕は何も感じなかった。うん、場所がまずそう。でもここ多分ここ全部、ね、建物全部。あ、もう建物全部。でもなんかわかんないですけど、ここから多分俺寒気を感じてきた。妖怪の話は確かに危険なのかもしれない。白山坊とかそっちの話は良くなかったんじゃないかな。キツネですよ、ええ、あのキツネの妖怪の話をしたから、あのちょっと多分あのキツネに取り憑かりやすい体質なのかもしれないですよ、真田さん自身が。確かにちょうどあれか、鬼太郎の話の時は平気だけど、白山坊の話をしてるんで、話あたりから感じなのか、ええ、まあ、ええ、ちなみに水の音がしてるのは中澤さんがちゃんと閉めてないからですね、今。どういうこと？水の音ちょっとしてるんです。ええ、あのちょっとこ、後で一応動画今撮ってるけど、心霊動画みたいになったらあれなんで、ええ、ちょっと出たいかなって。あ、そうですか。この建物から、ちょっと出たいっていうか。やばい。やばいですか。で今って誰もあのアーリンさん的なことができる人いない。いないですね、残念ですね。とりあえず、やめ、自分もでも今すごい寒気は本当ひどいです。じゃあやめた方がいいかもしれないですね。この、サブカラーはこれで追っていいですか？いやいやいや、それは鬼太郎鬼太郎で、完結させて。あの、やるけど、いや、ただ、今ここでやるのは厳しそうってことでしょ、絶対。そうですね。この建物が場所を変えてやるってこと、ね、さっきもあれだもんね、でも、鬼太郎の話始まる前は、そもそもマイク取り替えたのも鬼太郎の話してからだ。そう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 、あの鬼太郎の話をしたら、あのマイクがちょっと雑音が完全に入っちゃって取れなくなっちゃったんですよ。あれだったんで、ノリダの時は全然、ノリダの方は全然大丈夫だったんですよ。これノリダの時なんか感じました。いや、まだもう普通だったと思う。鬼太郎だってでも情報は全然平気でしたね、最初の方だけ、ね、おー、その白山坊の話最初から予定入ってました。え、どういうこと。いや、あ、台本には書いてないけど、ただその自分はその話もどっかではしようかなともともと思ってきてた、ええ、あ、なるほど、うん、まあ、いやいや、やめます、やめます。とりあえず一回、じゃああんまりここまでなることは珍しいんです、うん、多分ないと思う。そうです、中止、ええ、一回中止にしますか。一回中止しましょう、うん、あ、もう全然大丈夫です、はい、ええ、外がやっぱり、あそこ外楽、なるほど。今事務所自体がやばい。事務所自体が何か、部屋の位置とかじゃないんだね。いや、事務所自体がやばいんだ。自分はでも本当わかんない、あの風邪ひいてるから単に病、ただ俺もあの止めたのはやっぱりちょっとね、ちょっと普通にトーク進めらんないぐらいちょっと寒気が来ちゃったんですよ。いやでもちょうど止めたらへんぐらいかもすごかった、ひどかったんですよ。後ろ側もなんか怖かったんで、うん、どうしよう。まさか、いや、お化けの話でよくないですよ。鬼太郎の話だからね、うん、ちょっとびっくり。いやでも私もここまでなったのは初めて。初めてですか、うん、これ山口さんとかに相談したのに、心霊の話してってもここまでなったのなかったんですよ。一番今まででやっぱ俺白山坊があれじゃないかな。白山坊ってやっぱよくないのかな。分かんないですけど、いや、やっぱり狐の妖怪だから。あの体調悪くないことあったんですけど、この震え止まんないとか、うん、でもこれ、でも水木しげの創作妖怪だから。白山坊ってそうなの？うん、そうです。白山坊は伝統妖怪じゃない。伝統ではないですね。ただあの、ただ狐の妖怪ってところかな。じゃあもう白蔵巣というのが。あ、それを知ってる。あ、そうか、白蔵巣は良くないもんね、あんまりね。そうそう、白蔵巣ですよ、やっぱり。その話、うん、狐に疲れたんじゃないか。こういうのあんま経験ないですよ。いや、ないですね。ただなんか言われたからかなんか僕も心なしは寒気がするような気がします。なんかさっきずっと動き方がちょっといつとさっきから違
違ったから知って分かってんのかなと思って。いやいや自分難しい、なんか違うかなと思ったんですけど。ああ自分に書いてると本当にね風邪ひいてるから、ただ本当にあの時にちょっと本当に喋るのちょっと辛、まあ席的な関係で辛いから一回止めてって言ったんですけど、もうここで終わりだな。そうですね、まあ、それは、うん、まあでもちょっとだって撮影できる状態じゃないですね、テンションじゃないよ、収録できないですね。もう完全、そうですね、動画を拝見した時に霊の気配ではなくって神仏の気配がすごく強かったので、狐の神さんというかその霊格がちょっと高い目の狐とかがその妖怪言うな神様ちゃう神様やねんぞっていうことをちょっと主張したくって、いたずらしたっていうか気分悪くさせたような、そんな気配がしますね。だから怖い幽霊が出たわけではなくって神様の仲間だというふうな感じで受け取ってくださったらいいと思います。なるほど。なんか特になんかお祓いをした方がいいとかそういったことはないんですか？そうですね、お祓いっていうほどのことはないですけれども妖怪っていうふうに決めつけてしまわずに、あ神様でしたかすいませんっていう感じで言っておけばよろしいかと思いますね。なるほど。失礼しましたって感じで。あなるほど。なんかそのやっぱり白山坊に対して妖怪だというか、やっぱ狐のそのお化けというか、うん、そういったものに対してあまりなんか妖怪扱いするのはあまり良くないっていう。そうですね、こう異形のものを見るとやっぱり人間はこう化け物だ妖怪だって言っちゃうかもしれないですけれども、向こうにしたらそんな感覚ではなくって、その動物の霊っていうものから一歩進歩した、まあ、昇格したものだっていうふうに受け取ってるんだと思いますね。でそのたまたまその白山坊っていう名前で狐の妖怪でっていう話になった時にたまたま通りがかったやつやと思うんですけれども、うん、僕は妖怪じゃないぞ神様なんだぞ一応ねっていう感じでいたずらしたこんな力があるんだぞっていうふうなのを見せつけたんじゃないかなって思います。なるほど。真田さんはもううちの事務所がすごくもうあの事務所自体が怖い怖いって言ってたんですよ。やっぱりなんか狐の霊が通りやすいみたいなうちの事務所はあるんですかね。なんかそうですね、やはり昔農地だったとか山地だったところっていうのは人の霊よりも動物霊が多かったりすることもありますし、事務所はいろんなものを、ね、たくさんありますので、それにくっついてきたりとかそういうのはよくあると思いますね。わかりました、ありがとうございます。